MF レンタルクリニックの歯科医師の林です。今回は知らないとやばい歯がなくなる原因トップ3について説明していきます。歯科医師として日頃から治療を行っている私が話します。あなたのお口の中が様々な原因によって歯がなくなる危険性があります。そこでこの動画を見ると歯がなくなる原因がわかります。歯がなくなる原因第3位は虫歯です。虫歯を放置しすぎると虫歯菌によって歯がだんだんと溶かされていき歯がなくなってしまいます。虫歯は放置しているとだんだんと進行していきます。虫歯の進行状況を C1 から C4 に分けることができます。それについて説明していきます。はじめに C1 という状態なんですけども、これは歯にエナメル質というところがあるんですけども、そのエナメル質に虫歯がある状態になります。エナメル質に虫歯が入ってきても痛みっていうのはほとんど出ることはありません。ですのでなかなか気づきにくいという状況になっていきます。次に C2 というものがあるんですけども、これは歯の増毛質というところに虫歯がある状態を言います。増毛質に虫歯があると歯がしみる、あ、痛いなという症状が出てきます。そして C3 という状態なんですけども、これは歯の中に神経があるんですけども、神経にまで虫歯が行ってしまっている状態になります。これは非常に痛みを伴うことが多いです。神経にまで虫歯が達してしまうと、この神経を取らなければならないことがあります。そして、この神経まで達している虫歯、これがもっと進んでしまうと、こちら C4 という状態になってしまいます。これは歯の根の先まで達している虫歯になってしまいます。かなり先のところまで進んでいるので、このような状態になってしまうと C4 ですね、歯を残せる可能性が低くなってしまいます。そうしたら虫歯を放置し続けても虫歯が軽い程度なら大丈夫じゃないのと疑問に思うかもしれません。もちろん虫歯になる一歩手前の状態の場合では歯磨きで対応できる時もあります。ただ歯に穴が開いてしまっている状態、まあ軽度の場合があるんですけども、そういう時の場合でも虫歯菌はだんだんと時間をかけながら歯を溶かしていきます。そして気づいたら、あ、痛い、あ、なんか染みてすごく痛いといった症状が出ていき、中にはこういった歯の神経にまで達している虫歯になっているということもあります。やっぱり自分で気づいてみて痛くて神経まで達したら虫歯が嫌ですよね。やはりそういう時になかなか軽い程度だと自分で気づきにくいところがあります。そこで大事なのが歯医者さんに行っていただき定期検診でしっかりと虫歯があるのであれば見つけてもらうことが必要になります。そして治療を終えた後も再び虫歯にならないように普段の歯磨き、そして先ほども言いましたが歯医者さんで定期的にチェックしてもらうことが重要になっていきます。以上が歯がなくなる原因第3位の虫歯です。次に歯がなくなる原因第2位は歯ぎしり食いしばりです。この歯ぎしり食いしばり、これは非常に力が強く歯に負担をかけてしまい、このように歯が割れてしまうことがあります。
で、この割れてしまった歯、すごく深い割れだと歯を抜かないといけなくなることもあります。そしてこのように、これ歯の神経を取ってしまっている歯なんですけども、すでに神経のない歯に関しては歯ぎしり、食いしばりによって割れやすい状態にあります。神経のない歯は神経を取ってしまっているので血液の流れがありません。血液の流れがないということは歯の中が乾燥してしまっている状態なのです。枯れ木、ご存知ですよね。結構道端に落ちてたりするんですけども、その枯れ木ってふっと曲げると簡単に折れてしまうと思います。実はそれと同じ状況で、神経のない歯というのは力がかかりすぎるとポキッとまあひびが入ってきたり、深いところまで割れやすいのです。そうした神経のない歯っていうのは割れやすいこと分かったけど、神経がある歯は割れにくいんじゃないのと疑問に思うかもしれません。神経がある歯が割れにくいというのは事実です。ただ神経がある歯も毎日毎日力をかけ続けていると、ある日突然割れてしまうことがあります。まず歯に力がかかることによって小さいひびが入ってきます。その小さいひびに力がまた加わっていくと、そのひびが広がっていって、ひびが大きくなっていきます。そしてだんだんと大きなひびになっていき、力に耐えきれなくなってきて歯が突然割れてしまうのです。怖いですよね。最初に言いましたが、深いひび入ってしまった時に関しては抜く可能性も出てくることがあります。以上が歯がなくなる原因第2位の歯ぎしり、食いしばりです。そして歯がなくなる原因第1位は歯周病です。歯周病は知らない間に進行してしまい、もともと歯を支えている骨というものがあるんですけども、その骨が少なくなることによって突然歯が抜けてしまうということがあります。歯周病は初期の段階ですと歯磨きの時に血が出たり痛みを伴うことは少ないです。ただこの歯周病、最初やはり痛みがないことが多いので、気づかないうちにどんどんと進行してくると、歯の周りにある骨がだんだんとなくなっていきます。歯周病の原因というのは歯周病菌、これなんですけども、この歯周病菌が歯を溶かす、周りですね、骨ですね、骨を溶かす物質を出していきます。それによって骨がなくなっていくのです。歯を支えている骨がなくなってくると、歯がだんだんとぐらついていき、噛んだ時に痛いなといった症状が出てきます。そしてこのようにある日突然歯が抜けてしまうということもあるのです。そしてまあこういう歯なんですけども、虫歯ではないすごくいい歯であっても歯周病が進行してしまうと抜けてしまうということもあるのです。まあ今説明してきましたが、なかなかこう想像難しいなと思うかもしれません。そこでイメージとして初めに、まあ、こういった家を想像してみてください。家があります。家を支えているものって分かりますか？こういった柱で支えています。先ほどの家を歯と考えてください。そしてこの柱を
歯の周りを支えている骨と考えてみてください。そして次に、これ何かわかりますか？これ実はシロアリなんです。このシロアリを歯周病菌と考えてみてください。このシロアリ、家の中で支えている柱をだんだんと食べていきます。だんだん食べていって、柱が崩壊していきます。この柱が崩壊していくと、このように家が崩れていく原因となってしまいます。このようなことが歯でも起こっているのです。それと一緒なのです。このようにイメージすると分かりやすいではないでしょうか。そこで、歯周病にならないように日頃から真面目に歯磨きをしていれば大丈夫じゃないの？そう思うかもしれません。もちろん、こういった日頃から歯磨き、すごく大事です。ただ、どうしても自分で歯磨きしているだけでは、このように取り切れない歯の汚れが出てくることがあります。このような汚れ、どうやって取るかというと、やはり歯医者さんに行っていただき、まず汚れをしっかりと取ってもらうということが必要になっていきます。ですので、歯医者さんでの定期検診、そして定期的な歯の汚れ取りは必要になっていきます。以上が歯がなくなる原因第1位の歯周病です。今回はこのように知らないとやばい、歯がなくなる原因トップ3について説明させていただきました。第3位は虫歯です。虫歯、怖いですよね。次に第2位、歯ぎしり、食いしばりでした。歯ぎしり、食いしばりって歯がなくなる原因でもあるんだな、と思ったかもしれません。そして第1位は歯周病です。歯の周りに支えている骨、やはり大事です。骨がないと歯は抜けてしまうことあります。この動画を見て、ああ、自分そうかもと思っている方もいるかもしれません。原因に早く気づくことによって、歯がなくなる可能性は低くなります。ぜひ、歯医者さんには定期的に通っていただき、ご自身の歯がなくならないように守っていくことが必要になっていきます。